今回はなんと魔法科高校の優等生のテレビアニメ化が決定しましたということでね、つい先日アニメ魔法科高校の劣等生来訪者編の最終話が放送されました。その最終話の放送後にですね、スピンオフコミックの魔法科高校の優等生のテレビアニメ化決定の方が、告知されました。特報の CM とねティザービジュアルなんかも公開されました。ということでね、魔法科高校の劣等生魔法科シリーズはですね2021年に10周年を迎えるということで、今後もね、様々な展開を、予定しているということでございます。ということで今回はね、そんなね魔法科シリーズ10周年記念プロジェクトの一環としてスピンオフコミックの魔法科高校の優等生が2021年にテレビアニメ化が決定しましたということでね、劣等生知ってるよっていう方はねいるかもしれないんですけど、優等生知らないよっていう方結構いると思うので、ちょっと今回紹介したいんですけれども、魔法科高校の優等生、タイトルに優等生とある通り、一過生の子たちがメインで描かれてくる物語になります。基本的に、原作の劣等生と物語の軸的には同じです。原作に沿う形で話が進んでいくんですけれども、そんな中でも違う視点から物語を描いていくっていうところで、一過生のみゆきとかほのかとかしずくとかの視点から物語が描かれてきますという感じのねお話になってきています。劣等生よりですね話はかなりライトな感じで描かれてきますね。どちらかというとその劣等生の方は論理立ててね説明口調でね、説明するシーンなんか結構あるんですけれども、優等生はそういうのが少なめで、どちらかというとね女の子同士のお話なんかが結構描かれてくるので、まあ女同士のね熱い戦いみたいなのも描かれてくるんですけれども、まあそういう点が結構違いですかね。はい、ということでね、こちらスピンオフコミックなんですけれども、劣等生の初期の頃から、やられている、スピンオフコミック作品でね、あの原作のコミカライズのね劣等生の漫画版っていうのがあるんですけれども、それのほぼ同時期ぐらいにね、スタートした作品でございまして、2012年から連載がされているということで、かなりねあの劣等生が始まったのが2011年ですので、本当初期の初期からねもう二人三脚で進んでいった物語でございまして、この優等生シリーズ僕も読んでるんですけれども、実はこの優等生シリーズですね2020年に完結いたしました。2020年の9月に最終回とか最終巻が発売されました。11巻をもってこの優等生シリーズは完結を迎えたんですけれども、ということでねちょっと1巻から11巻までのざっとあらすじ紹介していきたいと思います。1巻から4巻までがですね、魔法科高校の劣等生の入学編を軸に描かれていきます。ていうか入学編が描かれていきますね。はい、で5巻から11巻までが休校生編です。はい、ということでこの優等生はですね1年生の入学編と休校生を描いて完結を迎えましたという作品でございます。はい、結構ですね、違いとしては入学は、そう大きな違いないんですけれども、休校戦の方がだいぶ違って、あの視点がかなり変わってくるっていうことで、お兄様の活躍とか本当少ないです。休校戦一番の目玉はモノリスコードだったんですけれども、モノリスコードはほぼほぼ、4話5話ぐらいでね、あの全部描かれきるぐらいのボリュームでして、他が結構多いですね、他の競技が。バトルボード、それから、ピラーズブレイクだっかな、と、あとミラージバットとかですかね、ここら辺の競技が基本的に中心に描かれてきています。はい、そんな中でですね一校のメンバー以外にもですね3校の、生徒たちもですねかなり描かれてきます。はい、むしろね半分半分ぐらいなので1校半分3校半分ぐらいのボリューム感でね休校前編は描かれてくるんですけれども、1校だとほのかとかもねあのメインクラスで描かれてきていて、バトルボードではねほのかがあの激アツの戦いをね繰り広げるなどね結構オリジナル展開もあったりとかかなり面白かったと思います。はい、まあ、というのがね魔法科高校の優等生なんですけれども、テレビアニメ化ということで、まあ、全11巻なんですけれども、まあ、ワンクールあればいけるかなって思います。はい、結構詰めれば全然いけると思います。はい、はい、ということで今回は、魔法科シリーズ10周年記念プロジェクトの一環として魔法科高校の優等生が2021年にテレビアニメ化決定ということでございました。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。